こんにちは、ゆうほろんです。山形の方からファンレット送っていきました。ありがとうございます。早速入れたいと思います。じゃん。最近とても暑くなってきましたね。体調に気をつけてください。二度目の手紙になります。あれから未だに携帯は使えていません。妹の携帯で見させていただきましたが、すごく真剣に読んでもらい、とても嬉しかったです。電話相談はまだできていません。電話がとても怖いのと、するタイミングがないからです。前に家族のことを相談させてもらいましたが、今回も少し長文になってしまうかもしれませんが、相談させてください。私の家族は、祖父、祖母、父、母、妹がいます。その誰とも今は仲良くできていません。祖父は私の外見を悪く言って笑ったり、目が合うたびに学校へ行くんだと言ってきます。祖母は同じく私の外見を笑ったり、私の話をまず否定から入ってきます。いじめのことを初めて相談した時も、お前が悪い、逃げるな、私の方が大変だった、など言われ、私は何もしてないという内容を信じてくれませんでした。母に相談しても言い返したらいいじゃん、いや、笑ってごまかし、相談している途中にどこか行ってしまい聞いてくれません。父と話をすると必ず暴力沙汰になるので怖くて話せません。妹からはいちいち携帯貸したくない、うざいと今は無視されているので、もうホルンさんの動画も歌も見れません。それと姉という立場もあり、妹のやらなかった手伝いも私に回ってきたり、いろいろなことをお姉ちゃんなんだからという理由で押し付けられ辛いです。妹は学校にも行っているし勉強もできるので、家族から大切にされ甘やかされています。家族は私自身を愛しているわけじゃなく、学校に行っている私だけを好きなのかなと毎日考えています。私も学校に行こうと自分自身と戦っていたのに、泣き声を学校に聞かせられ、今こんな状態なんすよ、笑いと父に言われ、部屋に担任を入れてほしくないとお願いしていたのに、急に担任と入ってきて布団を剥がされ、下着のまま担任の前、二人きりの状態で私は突っ伏したまま2時間ということもあり、もう学校なんて恥ずかしくて行けなくなりました。前にアドバイスいただいた母方の母へというアドバイスでしたが、家が車で行っても3時間かかるので一人では行けません。携帯番号も知りません。そして1枚目に書いた電話するタイミングがないというのは、祖父や祖母は常に家にいて電話しようとすると親機子機の画面が光るようにできていて、アドバイスいただく前にも電話相談しようと通話していたら、どこに電話していると急に来て、途中だったのですが、ぶち切りしてしまい、職員さんに迷惑をかけてしまいました。コンビニの Wi-Fi を使おうと思ったのですが、ど田舎なのでコンビニまでかなりの距離があるし、外に出るのもすごく怖く、電灯すらないのでダメになりました。せっかくのアドバイス全てできずにすみません。家族とは食事の時間もずらし食べています。夏は寒くないのでいいのですが、冬は寒さが厳しく、冷めたご飯やおかずをあさってまとめ、風呂場に持ち込み、お湯に浸かりながらご飯にシャワーを当て食べていました。そして寝ることがとても怖くなりました。眠りにつくたびにとても恐ろしい夢ばかり見えるのです。10回寝たら10回 100% 悪夢を見ます。なので眠りたくなくて3日寝ないこともありましたが、限界が来て寝てしまうとまた悪い夢、起きていても辛い、寝ていても辛い、もう本当に外にも家にも居場所がないです。私に生きる力を与えてくれるものがなくなりました。テレビを見ても楽しくない、ご飯を食べても美味しくない、これは生きているというのでしょうか。心臓が止まってしまえばどんなに楽なんだろうとそればかり想像しています。一方的に手紙を書いたとしても迷惑ではないでしょうか。なかなかペンを持つ気がなく、2度目の手紙がすごく遅れてしまいすみません。しかしふと見れる時が来るのを楽しみにしていますが、こんな八方塞がりの中もう生きていける気がしません。不登校のサイト見てほしいとお願いしても、母は携帯開けばゲームしかしません。動画見れる日が来ますように、ちょうど失礼しました、ということで。はいね、お手紙ありがとう。そうだったね、ね、その自分自身の携帯とかは今なくてね、その妹の携帯を、まあ、借りて、まあ、それがたまにそうやって借りた時にちょっとこう見てくれてるみたいで、だから基本的に今常にこう、ね、自分家の部屋の中にいて、だからこう外との通信手段がないわけだもんね。だから本当にそれはストレスもなかなか発散できないと思うし、だから本当にどんどん辛くなっちゃうんじゃないかと思うんだよね。過去に一度こう電話相談をしようと思ったことがあるんだね。でも電話もこうお家からの電話ってなかなかね、そのおじいちゃんおばあちゃんのことがあったりとか、まあなかなかそういうの難しいんだね。でコンビニとか行こうと思ってもコンビニまで距離があったりとか、ね、外に出るのも夜になるとこう本当に真っ暗になっちゃっていけないんだね。でその、お母さんの方のおばあちゃんね、母方のおばあちゃんの方も車で3時間ってことはさ、もう行けないよね、一人じゃ。連絡する気もわかんないっていうことで、ご飯をお風呂場に持ち込んで、ご飯にシャワーを当てて食べてたと。
担任の先生が一度こう家に、ね、来たことがあるんだね。まあ、部屋まで入ってきて、その担任の先生はお家のこの状況を見て、その後何も動かないのかな。今ね、こう手紙を、まあ前の手紙もまあ合わせてなんだけどさ、お手紙をこう読んで思ったっていうか、ちょっとこう言いたいなっていう、言いたくなったことなんだけどさ、まあまず基本的に、まあこの動画もね、いつ見てもらえているかわからないし、うん、まあきっとおそらくあなた一人で見る動画になるんじゃないかなとは思うんだけど、すごくあなたのね、お母さんとね、話がね、もう今すぐにでもしたい気持ちだね。もうお母さん本当に、もうそろそろいい加減もう目を覚ましてほしいですって伝えたい。なんか決してそのお母さんを非難したいとかそういうことじゃなくて、何かこうお母さんもずっと何かね、そう、なんかあったのかもしれないけど、昔からね、小さい頃から何か苦しんできたところがあったのかもしれないけど、うん、やっぱりこうやってお手紙を読ませていただいて、その、娘さんが、こう一人で、もう一人でその苦しみを抱え込んで、うん、まあ、どこにも行く場所も家にいたってずっと苦しいし、ね、お風呂場でご飯食べるような状況の中、やっぱりその辛さっていうのは本当に計り知れないと思うんですよね。だもし本当ね、その娘さんが死んじゃったりしたら、どうするんですかって、誰が一番悲しむんですかって、本当に話したい。きっとお母さんがその気になればこの状況っていうのは、変えられるんじゃないかと思うし、そのお母さんは今一緒に住んでいるおじいちゃんおばあちゃんはお父さんの方のね、おじいちゃんおばあちゃんと思うんだけど、うん、お母さんとの関係ってのは良くも悪くもないのかな。まあ家に行ってさ、家族は、こうね、あなたのことを、なんか外見を見て笑ったりとか、そういうこともなんかあったりするみたいだけど、まあ基本的になんかさ、その、学校に行っていないっていう部分だったりとかさ、まあ、とにかく否定になんかとにかくお前が悪いっていう風にね、どうしても話がみんなそういう風に話を向けてしまうまあんじゃないかと思うけどね。うん、でさらにね、その前のお手紙に書いてあったけどね、そのね、いろいろこうされたことっていうか、だからそうだよ、そのね、あの、まあ、うまくいかなかったみたいだけど、その前に、うん、電話をかけたことがあるっていうのは本当に勇気出して、うん、行動してね、本当に偉かったと思うし、だからもし、そうだね、今後、なんかどこかで、そういったタイミング、なかなか難しいかもしれないけど、どこかでそういうタイミングがあるかも、ね、しれないし、なんかみんな出かけてあなただけ家にいるとかね、だから本当にあなたが、本当に辛いんだと思うし、なんかそれでね、もう、どうしようもなくなってしまった時はやっぱり心配だから、もしタイミングがあったらまた電話かけてみてほしいし、家族はあなたが悪いって言うけど、俺は決してそうは思わないし、学校に行けなくなったっていうのもさ、その学校の中だけじゃなくて家のこともいろいろ積み重なってることだと思うんだよね。だから自分ではあまりそういうところ意識ないかもしれないけど、だからもしね、今後そういうタイミングがどこかでふと訪れるかもしれないしね。うん、だそういう時に思い切ってもう一度電話かけてみるっていうのも大事だと思う。ね、普段今講習と間にも、どういう風にしてね、その部屋の中で過ごしているかちょっとわからないね、こともあるけど、なんかこうね、何ができるかなってすごく考えるんだけど、まずやっぱりそのお家の中っていう、こう、なんていうかな、その外部とも、こう、連絡が取りづらい、うん。だその、なんていうかな、もう遮断されている状態っていうか、ちょっと住所もね、ちょっとわからないからさ、どうすりゃいいかなってすごく悩むんだけど、その書いてくれたことの、こういうことがあったっていう、そういうことのその程度がね、その確実にはちょっとわからないから、なんかね、だからある程度、決して軽いことではないっていうふうに今、一応ね、その、やっぱり捉えて話してるけど、うん、まあ前のお手紙にね、その、お父さんがこう、顔を、うん、殴ったりっていうことがやっぱあったけどさ、その辺ね、やっぱとっても心配だし、だからまあ一応、ね、一応話、伝えておくと、まあ、たまにこうやって今動画を見えてるんだったら、その妹さんからこう携帯を借りれた時だと思うんだけど、うん、だからそういう時にその電話相談をね、そのしたとこもそうだし、そう、まあ、児童相談所なりそういったところのこう住所とかをそれすぐ調べて、うん、電話ができなければこうやってお手紙で書いて送ることもできると思うし、
とにかくあなたがこう命を落とすようなことがないように、まあ、一応念のため話しておくと、まあ、その外部の方人たちと の, そのやり取りがもう、ね、どうしていいか分からないっていう感じだとしたら、何かそのあなたの、ね、情報をこちらに、ね、俺またこうやってお手紙でも何でも、ね、送ってもらえると、なんか、ね、動ける範囲で動けたらと思うし、うん、やっぱ特にそのお父さんがやっぱね、どう反応するのかすごく怖いよね。だからなんかとりあえず、例えばなんかそのなんかお嬢さんの今のその不登校の状態からどうするかを、相談させていただくのに、なんかその専門家ですみたいな感じで、そういう助けてくれる人になんか外に連れ出してもらって、うん、外でこう話をまずね、どういったことが起きてるとか話をするっていうかね、なんかそういう形で、うん、なんか誰か外部の人が関わってきた時に、それをこう家族が跳ねのけてしまわないように、なんかそういった形でまず最初関わってもらったか、そういう風に見せておいて関わってもらってっていう、うん、やっぱりあなたがずっとお家の中にいるっていうのはすごくなんか本当に辛さが増していって増していってってなっちゃいそうだから、でそれをね、まあ、電話できたらいいけど、電話がなかなか、ね、タイミング的に難しいってことは、まあ手紙とかでもいいんじゃないかと思うし、まあ家の近くにねあればいいんだけどね、まあ行ける距離なら直接行ってみるっていうのもまあありだと思うんだけどね、絶対死なないでね。はい、ということでお手紙でございます。ね、ちょっとあのお母さんにね、あの本当に話したくなっちゃって、まあいろいろね言っちゃったけどさ、うん、あの一方的に手紙書いて迷惑じゃないでしょうかってあったけどね、そんなことないし、うん、まあこの動画もね本当に見てもらえたらいいなと思うんだけどね、またよかったら手紙ね書いてください。うん、ということで、いよいよ本でした。バイバイ、ありがとう。チャンネル登録お願いします。